平津ニュースです国道一号線八幡に田所商店がオープンするようです国道一号線八幡の以前お好み焼き店金田が営業していた場所にラーメン店田所商店がオープンするようです同じ敷地内にはローソンや独特うどんが営業田所商店はメニューに味噌ラーメンのみを取り扱う専門店で 求人サイトによると、6月開店予定ということです。付近には、麺屋武井、寸胴屋、一蘭、誠屋などラーメン店が多数あり、近隣住民の選択肢も増えるのではないでしょうか。以上、平通ニュースでした。